はい、皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。本日新たな試みをちょっとしていきたいと思います。ピープっていうねアプリあるんですけど、なんか小説が読めるっていう話でして、でそちらのなんか小説の中にね、なんかホラー関係というか、まあ、サスペンス関係なのかな、よくわかんないですけど、まあ、怖い系の小説も結構入ってるみたいなんですね。なので、まあ、ちょっとそのあたりのね、小説をねちょっと僕読んでいきたいなと思いまして、まず第1回ということで、まあ、ちょっとねいくつかね、まあ、今回、第1回なんですけど、まあ、好評だったら、ちょっと続けてみようかなと思ってます。じゃあ行きましょうか。ピープの、小説読み上げていきたいと思います。監禁区域レベル X を第1回、選ばせていただいたんですけど、まあ、こちらのね話どんな話か全くね僕読んでる今がもう本当初見なんですよね。なんで どんな話か全く分かんないですけど、早速じゃあこのエピローグというかね読んでいきましょうか。女子高生の何涼香は昼寝から目覚めると、外にいる母からの大量の不在着信があった。どうやら眠っている間にマンション一帯が封鎖されてしまっているようだった。マンション一帯が封鎖されてる、ちょっと待って、これパンデミックなのか。封鎖の原因は、要因は、なかなか言いたがらない母であったが、その理由は X、サイと呼ばれる未確認生物にあるようだったということなんですね。未確認生物、これ宇宙人の話なのかな。ちょっと待った、早速ね読んでいきたいと思います。このシリーズをじゃあ読んでいきましょう。レッツゴー。あ、すごい音付きですか、これ音付きやんけ、これやば。なんですかね、ここは何なんだ。なんか暗闇のなんか部屋の中に、今私、いますが、あ、なんか携帯が着信音鳴ってるぞ。バイブが鳴ったぞ。ちょっと待ってください、何ですか。メッセージを開始します。何、どうしたの。りょうかちゃん、すごい不在着信入ってたけど。りょうか、やっと起きたのか。うん、すごい寝てた。昨日徹夜で勉強してたから。あ、てかもう8時じゃん。昼寝のつもりだったのに寝すぎちゃった。りょうかは今家なの。お母さんね、自分の部屋だよ。ちょっと自分の部屋なのこれ。ちょっとまあ、やばくないかこの雰囲気。何かしらなんか、ちょっと待ってください。いきなりこんな感じですか。まだベッドでゴロゴロしてる。そう。お母さんたちは？お母さんどこなの？え、ちょっと待って、一人暮らし？まだ帰ってこないの？まだよ。ちょっと待って、やっぱ同居なのかな？お母さんとりょうかちゃんは一緒に住んでんのか？デパートに買い物行ったんじゃないの？あ、だよね。なんか俺もそんな感じのイメージしてたんだけど、違うのか？そうなの？なんか不気味だな。だけど、ちょっと大変なことになってね。大変なことって？りょうか、今から言うことを落ち着いて聞いてね。どうしたの？いきなり。お母さんたちが帰ってくるまで絶対に部屋の外には出ないでよ。え、どういうこと？今外は大変な騒ぎになってるの。え、やっぱそんな感じですか、これパンデミック。何が起こってるの。それはまだ言えないわ。え、意味深発言の母、言ってはいけないの。なんで言っちゃいけないの。なんで、謎が謎を呼ぶ感じ。もう何にも教えてくれないじゃん。 SNS で調べるからいいよ。 SNS で、 Twitter で見てみましょうか。じゃあ調べても出てこない。え、なんでみんな同じ境遇だろ。違うの。政府に規制されてるから。え、政府があれですか、規制してんの。
マジか。どうして？ねえ、カーテンはちゃんと閉めてる？今俺が見る限りだと閉まってるよね。閉めてるけど、それも外の騒動と関係あるの？うん、見ない方がいいから。嘘、見ない方がいい？ちょっと待って、見ない方がいいと言われたらなんか開けたくなるのがこれ心でしょ、違う？見ないって何を？今は言えない。今はってどこと？めちゃめちゃ謎めいてない？お母さん、母上、いいよ別に。カーテン開けて見てみるから。おい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 、お母さん見ちゃダメっつったじゃん今。まあ俺も多分見るけどね、多分。ダメよ、レイカ。あ、リョウカか。絶対にダメ。わかったわ、教えるから。あ、うん、じゃあ聞いても絶対に冷静に冷静に行動するって約束できる？もう子供扱いしないで。私高校2年生だよ。あ、もう高校生なんだね。高校生設定なのか。俺なんかてっきりさ、あの社会人の設定かと思ってたわ。ごめんね、もう涼香ももう大人だね。順を追って説明するね。順を追うほどなんかあれなのかな、いろんなことが、ここの世界で起きてるの。あのね、今うちの、あ、ここマンションなの？マンションなんだ。今うちのマンション封鎖されてるの。マジで？唐突。封鎖？そう、もっと詳しく言うと、マンションから半径1キロが全て封鎖されてるの。え、1キロ。じゃあお母さんたちはどこ？今私たちは第三中学校の体育館に避難してきてる。え、娘を置いてったの？この人たち最悪じゃない？ちょっと隣町じゃん。それに、え、避難って？お父さんも亮太も一緒よ。ちょっと待って、私だけって感じじゃないのこれ？私だけ？幅感が半端ないぞ。ちょっとなんで避難してんの？待ちなさい、ちゃんと説明するから落ち着いてっていうことね。今ね、その封鎖されてる、あ、じゃあ閉鎖されてるエリアには人はほとんどいなくてね。いや、涼香ちゃんいますやん。涼香ちゃんいますやんか。 いるのにそんなこと言っちゃう？お母さん、自衛隊の人の話ではほとんどの住民が避難完了してるって。え、涼香ちゃん何やってたの本当に。それで涼香にも避難するようにさっき電話してたのよ。あ、別に何、置いてった感ではないってこと？いやけどさ、あのお母さんたちが出てくときにさ、別に涼香ちゃん起こせばいいんじゃねえのこれ。ごめん、寝てて電話に気づかなかった。バイブレーションかな。さ、確かにな、あの一番最初ののっけでさ、あのブーブーって言っとったな。でも何も変わった様子はなさそうだけど、今はね、意味深な感じだな、お母さん。母上様ちょっと意味深だね、すごく。涼香ちゃん、はてな、事態が大きく変わるかもしれない。なんで？だからお母さんと約束して。約束？わかった、私は何をすればいいの？約束は3つ。1つ目は部屋から出ないこと。さっき聞いたよ。そして2つ目はカーテンを開けないこと。それも聞いた。最後は絶対に音を立てないこと。音を立てないですって？気づかれたらまずいから。え、ちょっと待って、ここで終わりか？ちょっと待って、え、ちょっと待って。ここで終わり？マジで言ってます？ちょっと待って、じゃあちょっと 2話行きましょうか。2話行きましょう。じゃあ2話行きましょう。2話行きましょう。ということで、レベル1じゃなくて、
マジで？ちょっと早くない？結構なんか読むの早いな。まあ、私の速読がこれは影響しているんですか？気づかれる？気づかれるって一体何に？今から話すことはね、まだ公にはなってないのよ。娘がまだマンションにいるからって自衛隊の人に伝えたらね。うん。絶対にマンションには向かわないように言われたの。完全これ、孤独ではありませんか？どうしてって私がしつこく聞くんだから。自衛隊の人も口を滑らせちゃって。なんて言われたの？今、うちのマンションにね、X がいる？サイ？未確認なんとか生物だっけ？マジか。ちょっと待って、これ、りょうかちゃんのこの今住んでるマンションに、外にはサイがいるってことね。X？ あ、俺と同じこと言っとるやん。X って書いてサイって呼ぶの。サイがいる？動物園のサイじゃないですよ。動物園にいるね。動物のサイじゃないと思うよ、多分。違うのかな？ X は未知のものを表すらしくて、X が何かを現段階で国の人たちも説明できないらしい。つまりは、未確認の何かがうちのマンションにいるらしいの。何それ？すごい怖いんだけど。第三中学って丘の上にあるからうちのマンション見えるでしょ？うん。だから今見てるんだけど、やっぱりいるのよ。涼香、あなたのそばにね。 そんなこと言ってないね。X が、サイがどこに？屋上に。マジか。涼香ちゃんのこのマンションのこの一室は何階なんだ？そんな遠くから見える大きさなの？ねえ、冗談だよね。そんな映画みたいな話されても信じられないよ。私はスマホをベッドの上に投げ置いた。浅いため息をつく。朝から何も食べていない。空腹はまだ感じてはいなかった。水でも飲もうとベッドから立ち上がる。視界の隅に見えるカーテン。サイ。今、屋上じゃなくて外にいるの？カーテンの外？そんな未確認生物が現代で見つかるわけないでしょう。バカらしい。何この軽い感じ。JK チックな感じだったな。あ、そうか。涼香ちゃんは JK でした。私はカーテンの袖をそっとつまんだ。見ちゃうの？とうとう見ちゃう？しかし、カーテンを開けないこと。母さん言ってたね。母からのメッセージを思い出す。涼香ちゃん、開けちゃダメですよ。開けたらあなた、ナスビームですよ、と。私はカーテンをつまむ指を離すと、キッチンへ向かおうとする。ローテーブルの角に足をぶつけてしまった。涼香はヒットポイント70ポイントのダメージを受けてしまった。お母さんは仲間になりたそうにこっちを見ている。 いや、そんなこと言ってないね。ごめんなさい。取り乱しました。テーブルの上には衝撃でぐらりと揺れる花瓶があった。花瓶がぐるぐると円を描き、その花瓶は床に落ちていく。床に落ちていくの？円を描きながら落ちていく？どんな様だ。絶対に音を立てないこと。母さん言ってたね。母との三つ目の約束事。なんだこの音は。花瓶は派手な音を立てて割れた。地響きですか、これは。花瓶の中に入っていた水が床を濡らした。その時だった。ちょっと待って、なんだ、なんの鳴き声だこれは。
マジか、りょうかちゃんがびっくりマークが4個もついちゃっている。それは聞いたことない獣の叫び声だった。ピープのおすすめ、ちょっと待ってください。水着のお姉ちゃんが4人出ている。おいおいおい、広告かよ。はい、ということで、じゃあ次のね、ちょっと第3話も、この調子で読んでいきましょうか。え、マジか、すごっ。第3話までがこれ無料なのかな。じゃあ3話も読んでいきましょう。今の何？私は口を手で押さえ後ずさりをする。廊下を走る足音が聞こえる。え、その足音から推測するに、今私のいる部屋に向かっている何かは巨大であることがすぐさま分かった。いや、私は気づけば玄関から遠ざかるように窓際まで来ていた。窓から降りれる高さなの？マンションって言ってなかった？さっき大丈夫か。カーテンの前にあるソファーに倒れるように座り込む。座り込んじゃって大丈夫？クッション抱きしめ、その恐怖に耐えていたの。どうなの？え、窓ガラス割れた。状況を飲み込めなくなった。景色が反対になる。え、ちょっと待って、この画面の部屋のなんかイメージもちょっと反対向きになったんやけ。ちょっと待って、頭部を失った私の肉体がソファーに座っていて、え、首からは大量の血液が流れ出していた。溢れ出していたか。漢字には弱いのでごめんなさい。その肉体はフラフラと揺れながらソファーに倒れる。最後に見えたのは窓ガラスを突き破り、カーテンの奥に消えていく巨大な触手。私の意識はすぐに失われていった。死んだ。ちょっと待って、りょうかちゃん死んだの？服はぐっしょり、寝汗で濡れていた。夢なのこれ、ただの夢？りょうかちゃんも同じこと言ってない。夢ですかと。いや、夢というにもあまりにもリアルすぎた。私は思わず肉体と頭をつなぐ首を手で押さえる。どうやらつながっているようだ。はあ、よかった。夢でおかしな夢見ちゃったな。何をサイって、動物園の再会。私は安堵のため息をつくと、ベッドに置いてあるスマホを触った。まだお母さんたち帰ってきていないのかな。スマホの電源をポチッとな。その画面には不在着信お母さん28件。そんなこれって夢と一緒。2020年12月の25日、バイブレーションがこだまするこの部屋。お母さん、りょうか、やっと起きたね。まさかサイ？りょうか、どうして知っているの？夢で見たの。夢で会えたら。全く同じ夢。待って、まさかこれも夢？バカなことを言わないで。いい？よく聞いて、りょうか。絶対に音を立てないこと。そうでしょ？そうよ。サイに気づかれるとまずいから。どうしても何もかも夢と同じなの。きっとパニックになっているだけよ。さっきね、自衛隊の人が来てね、まだマンションに周平くんも残ってるって。ちょっと待って、周平くんって誰？新キャラ出たぞこれ。まさかさ、このりょうかちゃんの同級生とかっていう設定か？これは違う、幼なじみ設定。周平？なんか知らない感じなのかな。小さい頃はよく遊んでたよねと。
うん。中学から疎遠だけど。連絡してみなさい。そして教えてあげて。部屋から出ちゃいけないって。あ、またバイブが来た。何？久しぶり周平。ピープのおすすめ。また水着のお姉ちゃんが4人出てきましたが、またもう終わり？マジで早っ。結構早いな。マジですか？マダガスカルですねこれは。いや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 、素晴らしいぞ。いやー、じゃあね、ちょっととりあえずね、この、なんだろう、ピープのね、この小説を読み上げていくシリーズということで、ちょっと初めてちょっと今日やったんですけど、まあ、ここまで、なんだろうな、無料版なのかな？無料版で読める、話の方がね、1話から3話ってことで、とりあえず、まあ、ここまでの感じで、ちょっと終わっていきたいと思うんですが、ちょっとね、まあ、面白そうだったらね、またちょっと今後、このピープの小説シリーズ、動画化していきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。では皆さん、また次回お会いしましょう。残念なブリーフを履いたフリーザおじさんでした。ではチャンネル登録、評価、コメントよろしくね。 Twitter と TikTok もやってますので、皆さんフォローよろしく。では。